売り時のすけです。売り時ジュリです。僕らは買い取りのプラットフォームを運営している会社なので、今回は世界で最も高価なカードランキングトップ10についてお話ししていきます。皆さん高そうなカード持ってたらぜひ売り時に出品してみてください。この動画を見ていただいて、今持っているカードがもしかしたら今後高くなるかもしれないっていうところのご参考にしていただければと思います。今回のランキングなんですけれども、我々の方で調査して高かったものっていうのをランキング順でご紹介していきたいなと思います。意外と印刷エラーやたまたま時流に乗って高くなったカードもあるので、最後まで見てもらえれば手持ちのカードがある人は高値で売れる特徴が分かるようになります。第10位、石原 GX で金額が約3142万円。このカードは石原恒和氏の誕生日パーティーで関係者に配布されたポケモンカードになってます。え、誰ですか？株式会社ポケモンの社長さんです。あ、そうなんですね。社長のパーティーで。一般に出回ってないのと、直筆のサインがあるということで、価値が上昇した一枚になってます。続いて第9位。ポケモンスナップベストフォトコンテスト入賞プロモカードで、金額が3400万円となっております。ポケモンスナップっていう64のゲームがあるんですけど、そのゲームのキャンペーン商品として配布されたポケモンカードになります。続いて第8位、ブルーアイズアルティメットドラゴンシークレット、金額が4500万円。こちらに関しては世界で1枚とされるそのブルーアイズアルティメットドラゴン T3-01 っていう型番のやつが、秋葉原のカードショップスパイラルで販売されていたっていうところで、この金額がついていたんですね。続いて第7位、カメックス通称バックレス版で約4574万円です。おお、カメックスポケモンですね。あ、知ってますか？はい、知ってます。通称バックレスっていうエラーカードなんですけれども、はい、背面が真っ白なエラーカードになっていて、不良品ってことですか？そうですね、一般的には不良品なんだけれども、それが逆に珍しいということで高値がついているものになります。続いて第6位、リザードン通称シャドーレスで、こちらが約4689万円となってます。リザードンのカードが4000万くらいでオークションで出されたみたいなのを聞いたことがあります。こちらも先ほどのカメックスと同じでエラーカードなんですけれども、枠縁の影が記載されてないっていうエラーカードになって、また不良品がこんなに価値のあるものになるんですね。では続いて第5位、マジック・ザ・ギャザリングブラック・ロータスで約5350万円です。世界初のトレーディングカードゲームで、それのほぼ初期版の中のブラックロータスっていうのはもうめちゃくちゃ有名で、もう出るたびにこうかなり高値がつくようなカードになっています。初期版はやっぱり高い傾向ありますよね。では続いて第4位、マイケル・ジョーダン1986-87クリアロッキーカードで約7700万円となってます。クリア社っていう企業がバスケットボールのカードを作っていて、人はマイケル・ジョーダンです。あ、マイケル・ジョーダンの方が。彼がまだルーキーだった頃のカードだということで、そこからまあ世界的に人気な選手になったんで、これだけ価値が上がってて。じゃあ続いて第3位。ポケモンイラストレーター。こちらが約6億4600万円となってます。おーおー、急に億超えてきましたね。やばいですね。こちらはイラストアーティストコンテストという企画で、当選した方に配られたカードなんですけれども、実際の流通量については、まあ長きにわたり不明のままだという状態なんですけど、コロコロコミック上で計3回行われたみたいで、当選人数も若干名感じなので、まあ大体なんか40枚ぐらいしか配られてないんじゃないかなんて言われてますね。続いて第T206 フォーナス・ワグナー1909年から11年約7億2700万円。おお、アメリカの野球カードなんですけれども、こちらのフォーナス・ワグナーさんは史上最高のショートという意味を持っていて、第二次世界大戦前のもので、当時のタバコのおまけとして付属していたものみたいなんですけど、世の中に出回ったのが結局50枚だったんで、まあ、希少価値が高くてこの金額になっている。結構状態が悪くても1000万円以上つくみたいなんで。すごい。続いて大注目の第1位はカオスソルジャーステンレスで約9億9800万円で、1990年に開催された遊戯王の最初の全国大会の優勝者に贈られた優勝賞金。これはもう本当に世界で1枚。あ、すごい、もう勝者の証、その勝者は売ったってことなんですね。まあオークションに出品された履歴があるんで、へえ、すごい、売っちゃったんだ。落札した人がいるっていうことはそういうことですよね。ですね。世の中何が起きるか分かんないですね。はい。それではまた次の動画で。それではまた。